7月の10日、広島瀬戸内新聞ニュースでございます。ただいま、福岡県にですね、大雨特別警報、福岡県に、大雨特別警報、特別警報ですね。特別警報が出ました。また、佐賀、福岡、大分に線状降水帯が発生したということで、福岡県に大雨特別警報が出ました。そしてですね、6時半ぐらいですからね、これ広島市内、この、ね、地域でもね、強烈な雨雲、大雨がね、降り出しました。この、広島瀬戸内新聞、東区にある広島瀬戸内新聞の支社、周辺でも、かなりの大雨となってまいりました。土砂災害危険度、レベル3程度の地域がですね、広島県内、一旦消えてたんですが、6時10分頃から再びね、佐伯方面から復活をしだしました。佐伯方面から土砂災害危険情報が、復活をし始めました。3程度まで上がっています。非常にですね、雨雲の動きも非常に気になるところですが、1時間に10ミリ程度のね、雨雲が、広島県の西部、秋太町からですね、さらに、広島市の、もうほとんど全域ですよね、広がっているという状況がね、生じております。中にはね、1時間に30ミリ、50ミリとかそういう雨雲をね、西部の方からだんだん侵入してくるという、状況になってきております。かなり激しい雨がね、降り出している。どこで激しい雨が降ってもおかしくはない。そういう状況です。山口県方面のね、からね、あるいは周防灘方面には、強烈な雨雲が侵入してきておりまして、これがまた、これから広島県内に侵入してくると、大変なことになってくるという状況であります。どうかね、お気をつけいただきたいと思います。そして、今日のニュースですけれどもね、西武そごうユニオン、そごうはね、さんはね、そごうさん、広島市のね、中心部にもね、ありますよね。広島市のど真ん中、ね。セブンアイホールディングスさんが、ね、今ね、持ってるわけですけどもね、西武そごうっていうのはね、2000年代にね、一回そごうはね、本当に経営破綻してね、西武が買収して、その後、その西武も含めて、西武百貨店も含めて、セブンアイホールディングスですね。まあ、西武さんもね、またそういろいろありましたからね、持ってる。それがね、また、売却するという話が出てて、それに対して全然会社がね、説明しないということでね、労働組合がストライキ、構えるということで、それに向けてね、批准という、組合の過半数が賛成すれば、ストライキ、することができるわけですよね。ストライキを背景にしっかりね、ガツンと、経営者に対して物を言っていく。ね。21世紀に入ってかっていうかね、この20年間ね、百貨店におけるストライキっていうのはなかったんですけどね、大きい百貨店が、いよいよね、こういうことをするというところですね。まあ、前線の UA さんのね、参加のね、このすごいね、まあ、連合参加ですけどもね、しっかりね、取り組んでおられるな、ということをね、感じます。そして、袴田さんのね、再審がね、始まりますけどもね、検察悪あがき、ね、だから警察がね、結局その証拠を捏造したと、いうことでね、再審が始まってるわけですからね。まあ、疑わしきはね、やっぱり、そもそも疑わしきはね、被告人の利益にっていうところがね、もう全然なってない。その上でもう決定的なああいうね、捏造の証拠、証拠が捏造って話になっちゃって、ね、もう悪あきもいいと思う。結局先輩たちがね、ミスったことをね、結局認めたことないと。ね、これがいけないんですよ。ね、間違ってたら間違ってた。ごめんなさいでいいじゃない。こないだもね、警察がまた事件に捏造したって事件ありましたけどね。間違ってた、間違ってましたね。いいじゃない。と思います。今週はね、7月12日に奥尻大震災から30年ということになりますね。これは私自身のね、予定として広島自治の執行委員会、あります、13日。14日の金曜日はね、オンラインおしゃべり会。広島瀬戸内新聞のね、紙ベース出します。8月号の編集会でございます。そして7月15日、森の中のライオン講演会。
半藤大、大輝先生のね、俺の中のライオン講演会。もうね、日本で一番のいい憲法のね、講演会です。ぜひね、皆さんね、お待ちしておりますね。よろしくお願いいたします。広島の浅見内区、祇園公民館でございます。それにしましてもね、雨が強まっております。どうかね、まあ、一旦雨が弱まって油断されるという方もいらっしゃったかもしれませんけどね、これ本当に油断できません。本当にね、警戒をしていきましょう。それでは皆さん、失礼いたします。